何年か前に、まあ、はしごまんっていう番組でアンジャッシュの渡部さんとおぎやはぎの矢作さんがうちの店来てくれて、実家の、はい、実家の居酒屋金ちゃんやってるんですけど、で、まあ、言ったらそのチョリソーを食べてね、で、まあ、うまいって言ってくれたわけ。まあ、うち、あのグルメの渡部さん、グルメの渡部さんが、まあ、うち一応自分のところで作ってるの、チョリソー。いやいや、買ってます完全にスーパーで、はい、それ以来やっぱり、まあ、結構うちのおすすめ料理何って聞かれたらチョリソーですとかいろんなところで喋ってたの、テレビとかいろんなところで、はい、そしたらみんな結構チョリソー食べに来てくれてて、そしたら親父とかがさ、いやアンジャッシュの渡部知ってるみたいな、あ、はいっつって、グルメで有名なって、あの人がさってめちゃくちゃそのチョリソー食ってうめえうめえって言ってくれてさみたいな、お墨付きみたいな感じで喋ってて、でそれをこの間こんなことありましたよねっつって、あの白黒アンジャッシュで、はい、まあ、喋ったわけよね、渡部さんに、うん、まあ、いたじゃん一緒に、いたいた、そしたら、いやそんなとこ行ったっけみたいなさ、全然覚えてなかったじゃん、いろんな店行ってるからね、覚えてないなみたいなこと言われて、いやそうっすかみたいな、でも実際こうこうこうあってチョリソーうちのチョリソーめっちゃうまいって渡部さん言ってくれたんですよみたいな、で結構親父もそれ嬉しくて、まあ、あのグルメの渡部さんが言ってくれたっつって、それからやっぱり結構出してる。で渡部さんに聞いたら、まあまあでもまあじゃあ分かったっつって、お墨付きあげるよっつって、じゃあ、あの？あの、もう行列できるよ。だからそう、渡部さんのお墨付きもらった。そうだから渡部さんにそれ発表していいんだね。じゃあいいよ、だからもう公認でいいからっつって、渡部さんがもうチョリソー、アンジャッシュ渡部さんお墨付きのチョリソーが居酒屋金ちゃんに食べれると。そう、それで皆さんね、板橋区常盤台になりますので、はいはい、ぜひ来てください。どうします？吉郎組だって言えばタダにしますか？いやいや、ふざけんなよ、まあ、いつも言うけどやめてください。全体の金。いやいや違う違う、チョリソーじゃなくて全体の金。全体の金はダメ。本当にヤバいやついるんだよ、ツイッターで。本当にタダになるんですかって聞いてくるやついるの、リップとかで。本当にだからマジでヤバい。たまになんか居酒屋金ちゃんでエゴサーチするとあったっつって入らないけどあったわらみたいな感じで嘘だと思ってるの。絶対あるから。まあまあ、だからそれはちょっとサービスはさせていただきます。じゃあサービスは決定。はい、吉野30チョリソー、はい、渡部さん、アンジャッシュ渡部さんお墨付き、お墨付きのね、美味しいチョリソー、いくらですか？はい、600円です。600円、はい、じゃあた、吉野30見たで、はい、380円に380円します。